元のやつと比較するとこんな感じになっております。元のやつと比べるとこんな感じになってます。で、ダーク恐竜人はシルバーが多めですよね。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。充電戦隊恐竜ジャーよりデラックス恐竜人ダークフルアクションバージョンです。それでは見ていきましょう。ということで来ました、こちらプレミアムバンダイ限定でね、発売されている商品でございます。そしてはい、こちらね、はい、去年、発売された、この恐竜人がフルアクションバージョンになったやつですね。これのまあブラックバージョンですよね。はい、まあ、ということで今回これをねご紹介していきたいと思います。で、もうブラックということでね、はい、これと合わせてもかっこいいんじゃないかということでキングオージャーゼロも用意しましたのでね、はい、それとの合体もやっていきたいと思います。じゃあ箱見ていきましょう。めちゃくちゃかっこいいという、はい、で裏、このうわこの裏もね、はい、かっこいいんですよね。ということで中身取り出していきましょう。ということで中身を取り出すとこのような感じになっております。まずはこちらダークガブティラから見ていきましょう。これは、はい、元のやつと比較するとこんな感じになっております。ガブティラはこの赤と黄色っていうね結構2色があったんですけど、もうこっちはもうほぼブラックで、まあ、差し色でシルバーゴールドがありますね。はい、いやもう真っ黒ですね。はい、でこれね、この爪の部分とか見ると分かりやすいんですけど、この灰色の成形色がこうちょっとメタリックっぽくキラッとねした色に変わってますね。これめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、でこのゴールドの色もねめちゃくちゃいいんですよね。こうちょっとオレンジに近い色をしてますね。はい、発色がめちゃくちゃいいです。でこう可動もねしっかりしますので、これはフルアクションなんで、ね、こうやっていろいろね動かすことができます。いやめちゃくちゃかっこいい。はい、そして次はこちらステゴッチ見ていきましょう。ステゴッチの見た目こんな感じになってます。はい、ここですね。でこのステゴッチはここからね、はい、この5色のねこの何背びれみたいなの出てくるんですけど、こっちははい色なしですね。はい、っていう違いがあります。そして最後こちらドリケラです。はい、ドリケラ見た目こんな感じになってます。いやもうなんかめちゃくちゃ悪者ですよね。ピンクだったのがもうブラックになっちゃってね。はい、こんな感じです。はい、それでは、はい、この3体をね、合体させていきましょう。でその時音声がね必要になりますので、今回こちらキングガブリカリバーを使っていきたいと思います。でこれブレイブインするとこういうねゴッドクワガタになるんですけれども、これこうブレイブインする前は黒いのでなんかちょっと悪そうに見えるので、今回こっち側でやっていきたいと思います。デーボスイン、それではやっていきましょう。まずはこっちガブティラから変形させていきたいと思います。この足をこの下に、はい、向けて下ろします。はい、でシルバーの部分ここ押してスライドして下に伸ばす。でワンクリック開いてあげて腰を回転させます。はい、これで、下半身完成です。でこの尻尾を、はい、外してあげて、でパカッと開いてここのジョイントを出してあげて、でここの後ろのねジョイントにこれをくっつけます。はい、こうやってくっつけてあげて、でこの腕をねこうやって下に下ろします。はい、それでは
行きましょう。これでダーク恐竜人になります。いやめちゃくちゃかっこいい。やっぱこのブラックの戦隊ロボがかっこいいっていうのは我々の DNA にねやっぱ刻み込まれてるんでね、もう無条件でかっこいいなって思いますよね。いやめちゃくちゃかっこいい。で、はい、この元のやつと比べるとこんな感じになってます。やっぱね、この赤、青、ピンク、あと黄色のこのカラフルもいいんだけど、このブラック、シルバー、ゴールド、これもめちゃくちゃかっこいいんですよね。はい。で、この顔、しっかりと目が赤になってます。はい、悪そうですね。はい。そしてここね、はい、こうやって、はい、武器として持たせることもできると。はい。いや、めちゃくちゃかっこいいです。はい。そしてあとこれですね。はい、キングオージャーゼロ。はい、これと比べるとこんな感じになってます。はい、これもちょっと持たせましょう。はい、こうですね。キングオージャーゼロと比べるとだいぶ色合いが違いますね。キングオージャーゼロゴールドがめっちゃ多い。それに比べてこっちの、ね、ダーク恐竜人はシルバーが多めですよね。なんかこの対比めちゃくちゃいいな。はい。まあ、ということで、じゃあこの2つもね合体できるのでやっていきましょう。ちょっとまずはね準備が必要なので一旦これを外します。はい、ステゴッチとドリケラを外してあげると。はい。そしてこの足もね、この横の部分パキッとこう外してあげて、でこれをこう縮めます。はい、反対側も足の横をこうやって外して縮めると、はい、こんな感じになります。でそしたら、この足ですね、これをこのようにパキッとこう稼働させて、で拳をくるっとね回転させてあげると、はい、これで腕になります。反対側もパキッとこうやって上げて、で拳を回転させると、はい、でこれをここに腕にくっつけると、はい、反対側もこうやってくっつけます。はい、こんな感じで、でこれでこっちの恐竜人は準備完了です。はい、でこっちですね。はい、一旦この剣を取ってトンボを取って、はい、で鉢カマキリ取ります。はい、でそれでは行きましょう。これでキング
恐竜人ダークバージョンになります。やっぱかっこいいね。いや、このシルバーに金がね、たくさん加わることでまたちょっと違った印象になりますね。で、これもね、こういろいろ可動をね、取らせることができますので、こうやって、ね、ポーズをつけたりするとめっちゃね、ほら、かっこよくなります。いや、最高ですね。やっぱこのキングオージャーゼロもこう黒いから、このちゃんとこのダーク同士での合体が再現というかね、できるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、いや、めちゃくちゃにかっこいいです。ということで、今回のプレミアムバンダイ限定恐竜人ダークフルアクションバージョンのレビュー、いかがだったでしょうか。やっぱりね、恐竜ジャーはね、やっぱ最高なんてね、めちゃくちゃ好きな戦隊なので、こうやってね、10年越しにまた新しいおもちゃが出てくれるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、ということで、次はね、フルアクションバージョンのまた別のやつが予約開始してるので、それも届いたら、レビューしていきたいと思ってますので、楽しみにしていてください。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、 X、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。